はい、ワケありダイエットウォーク、まこねです。今はね、23日の11時、深夜の23時30分です。ちょっとね、話しながらまとめておきたいことがあって、そう、ついでなので、ワケありダイエットウォークで、としてお話したいと思ってます。何かというと、ひょんなご縁から、10月に、イベントで、ブース出展をすることになりました。うん。で、まあ、それは、友達からね、友達がやってるイベント。うん。長岡市の人だ、私の住んでる新潟県長岡市の人だったら、誰でも知ってる、金峰神社という神社があるんだけど、まあ、そこでね、そこでなのか、違うところでなのかわかんないけど、まあ年2回ぐらい、やってる。そうね、規模的には中規模くらいかな。うん、イベントがあって、まあ、マルシェって言った方が明確かな。まあ、出店ブースに、まあ、出店者が集まるみたいな感じで、まあ、他にどんなことやってるかっていうのはちょっと、まあ、詳細聞いてない。うん。で、まあ、それで、主に集客、まあ、運営もしくはブース出店で関わってほしいということだったんだけど、まあ、何を協力すればいいのっていうお話を聞いたところ、まあ、集客かなって言われたの。集客はまあ二つあると思うんだよね。一つは、まあ出店ブースに出店する人たち。そう。で、もう一つは、そこに遊びに来てくれる人たち。まあどちらも集客じゃ集客なんだけど、まあね、私が SNS をね、ガンガン使ってた頃、もう、そうね、7年、8年前とかだったら、まあ、それなりに、そう、自分で言うのもなんだけど、まあ、その頃まだインフルエンサーという言葉が出始めたばっかの頃だけど、長岡のインフルエンサーだったかもしれない。そう、今ほど大規模じゃないけどね、うん、いろんな情報集まってたし、いろんな情報発信してたし、そう、でも SNS を全部バッサリ切っちゃって、もうほとんど、いない状態。死んでるんじゃないかとか、長岡にないんじゃないかとか言われた生活をしてた中で、今更私にその集客力なんか、まあ、ないよ。私自身に発信力なんか全然なくて、まあ、そんなのね、YouTube のチャンネル登録数見ればわかる通りだと思うんだけど、うん。そう。まあ。アカウントとかもほぼみんな全部作り直して、しかも積極的に運用してるわけじゃないから、そう、発信力なんかまずないわけよ。もうだから発信力なんかないよって言ったんだけど、いやーなんて感じで、そう、そんな感じだから、じゃあどうすればいいみたいな感じだったんだけど、まあ、いくつかアイデアがあるので、まあ、それを今日は、お話していきたいと思います。あ、お話しながらね、今回のアイディアは、まあ、まあ、自分一人で、まあ、ブースのアイディアなんだけどね、主に自分一人で、まあ、なんとかできるっていうもんでもないので、そう、もうここでお話しながら、まあ、後でノートにちょっと起こし、で、まあ、まあ、ミニのプレゼン資料を作り、まあ、プレゼン資料に、説明加えて、その主催者の友達に、まあ、こんな風に考えてるんだけどっていう感じにちょっと提案してみようかなっていう内容で、まあ、整理整頓のためにお話してます。うん。まあ、それでまず集客に関してなんだけど、まあ、聞くところによると、まあ、マルシェのねイベントで場所を考えると、そう、そしてまあ、その友達に、どんなお客さんが来るのっていうふうに聞いてみたところ、まあ、主に、子連れの方だと。うん。まあ、場所はね、駅から車で10分くらいのところなのね。で、まだ、歩いていくのはちょっと、さ、ちょっと散歩という距離じゃないな。うん。で、
散歩って距離じゃないし、自転車で行くっていう、わざわざそこに高校生が、自転車で行くっていうのもちょっと考えづらい。うん。で、まあ、住宅街の中っちゃ住宅街の中なんだけど、まあ、どっちかというと、まあ、もう高齢化地域なのね。そう。そのイベント会長のところがね。そう。んでいて、まあ、すごいね、いいところなんだけど、まあ、駐車場がものすごく広かったりするわけでもないの。うん。そう。で、出店される方。まあ、どこのマルシェもそんな変わらないと思うんだけど、ハンドメイド系の方とか、キッチンカーとか、そう、まあ、そういう方々が、まあ、メインみたい。うん。そう。で、そういった中で、まあ、集客ということになると、まあ、出店するっていう側の人たちは、多分ね、これまで何度もやってる中なので、まあ、常連の方が、もう、ある程度揃ってるんだと思うんだよね。うん。そう。で、まあ、私にね、そういうつながりが今、全然ないから、まあ、出店する人を、そのアクセスは、まあ、ちょっと置いといて、集客、まあ、今回だけに限らず、今回終わった後も、まあ、来年の春、来年の冬、秋口ってことを考えると、まあ、集客に関しては、まあ、今現状どういうふうにやってるかわかんないけど、まあ、SNS を活用するならっていうことでちょっとお話しします。はい。で、今現在、そこが何もできてないのならという前提ならば、前提であれば、そうね。そう、まあ、SNS の活用ってことになると思うんだけど、まあ、SNS の活用っていうことになれば、まあ、ターゲットは、そう、20代から30代前半だよね。そう、まあ、20代、30代よ。うん。間違いなく。ということは、まあ、車で移動し、子供が小さくて、で、まあ、休み、多分日曜日だと思うから、休みの日に、まあ、子供にね、家族サービスじゃないけど、まあ、そんな感じで家族で、ちょっと、近所の、イベントやってるから行ってみようかっていう人たちがターゲットでね。うん。そう。で、まあ、もう大規模なイベントじゃないから、そんなね、遠くから来るとは思えないから、まあ、まあ、広く見積もったら新潟県。新潟県の中越地区。そう、新潟県はね、上中下越って分かれてるから。うん。中越地区。広く見積もったら上越、長岡市。新潟県の中越地区。で、短く、ちっちゃくね、まとめるなら、まあ、最低長岡市。でね。うん。そう。となるとさ、長岡市の、20代、30代だけでってことになると、もう発信媒体をさ、そう、なんだろう。まあ、Facebook は無視できないんだよな。そう。まあ、普通に考えて、Instagram、TikTok、YouTube、Twitter、あとは、まあ、Facebook かな。そう。なんで Facebook が入ってるかっていうと、長岡の場合はね、実は Facebook の利用率が、よそより大きい。うん。特に、上の世代の人たち。それは、まあ、40代、50代、60代ってことね。そう。Facebook が長岡で作った、新潟県で使えるようになった頃から、Facebook 長岡市グループっていうのがあって、まあ、それがね、地域のグループとしてはかなり大きいグループに発展してるの。
そんな関係もあって、長岡ではね、Facebook の利用率が、よその地域より高いって言われてる。そう、まあ5年前のデータなんだけど、計算上ね、だいたい、長岡市全体で、12、3万ぐらいの都市なんだけど、人口がね。計算上は、だいたい、5年ぐらい前のデータって、アクティブ Facebook ユーザーがだいたい1万人って言われた。うん。まあ、そのうちね、長岡市グループが6000人のグループだから、まあ、それなりの数よね。うん。で、そして、Facebook。まあ、Facebook はね、まあ、その頃に比べは利用率は減ってると思うんだけど、今でも40代、50代、60代のメインのコミュニティ手段の一つになってることも間違いない。うん。そう。で、まあ、そうとなれば、まあ、20代、30代って上の世代とコミュニケーション取らないわけにもいかないかね。まあ、LINE みたいなもんだよ。そう。うん、もうおじいちゃんおばあちゃんたち、てかおじいちゃんおばあちゃんたちと連絡取るための手段として、まあ LINE を使ってるっていう若い子たちもいっぱいいるからさ、本人たちはね、インスタでしかコミュニケーションしないのに、みたいな感じだけど、そういった意味で、まあ Facebook を入れてる可能性もある。うん、コミュニケーションの手段としてね。で、まあ全く40代、50代が来ないかってわけじゃないから、まあ、手堅く、まとめると、インスタグラム中心に、YouTube、Twitter、あとなんだ、TikTok、Facebook? なんか一個忘れてる気がする。インスタグラム、TikTok、Twitter、YouTube、Facebook。そう、ここら辺は押さえとかばなんないだろうし、まあ、発信しやすいように、まあ、LP、そう、LP、もう必要だよね。そう、LP。あれ、LP って出てきたのに、なんだ、何の役だったっけ？ランニングページ。ランニングページ。もう必要だと思うのね。そう。まあ、で、まあ、私は初参加だから、まあ、今後のことを考えれば、まあ、それは全部、まあ、作っとき、ゆるゆるの、まあ、その時しか使わないようなものであっても、まあね、アクセスしやすい、誰かがね、アクセスしやすい媒体として、まあ、用意しててもいいよね。そう。うん、ただ、まあ、このイベントのためにだけに作ってないと、もう発信データ、発信力がなさすぎるから、まあ、もうちょっとね、飽和的ななんか活用の仕方を見出した上で、まあ、作れればいいかな。例えば、彼がやってる、ブランディングしてる、他のものと連携させる。例えば、彼は長岡市遊会っていう、歴史で遊ぶという、ことを主催してるのね、ブランディングしてるの。まあ、歴史を、では学ぶっていう、市遊会、長岡市遊会っていう、発信媒体の中のコンテンツとして、まあ、そういうふうな、いろんなのが、を入れていけたら、まあ、面白いんじゃないかなと。うん。そう。ただ、まあ、市遊会っていう言葉は、じゃあ、まあ、若い子たちがアクセスしやすいキーワードかって言ったら、まあそうじゃないと思うね。まあいい名前だと思うけど、若い世代が、じゃあ、アクセスしやすい言葉っていうわけじゃないなとかは思ってて、まあとなれば、まあちょっとね、若い子たちがアクセスしやすい言葉に、ちょっと、まあ SNS のね、タイトルだけでも、まあちょっと、変更する必要があるかもしれないな、なんては思ってる。うん。そう。まあ、それはね、あくまでも、ターゲットが20代、30代ならっていうことで、そう。うん。ただまあ、その、市遊会っていうブランディングのもと、それで、市遊会って名前を変えられないならば、まあ別の、アカウント、
ットで運用するっていうのもまあありかな。そう。まあどっちにしても、まあ一回作ってしまえば、まあ大きな変更はいらないし、まあ発信する、まあ私有会っていう、ブランドの中であれば、もう発信することはいっぱいあると思うの。そう。で、で、まあイベント、違うブランディングだったら、まあ、ゼロから作るなんてことは、まあできない、やらないわけで。まあ、試行錯誤しながら発信できる形っていうのはまあできると思うの。まあ、その上で何を発信していくかっていうことになると思うんだけど、まあね、過去やってたデータとかで、ね、あるものがあれば、まあこういうふうにやってるよみたいな感じで、こんなイベントだよみたいなのを、まあ事前にね、なんか発信できるだけ発信しといて、で、発信するだけ発信しといて、まあ、様子を見る。もしくは、当日、まあ、見るっていうことをする必要があるかな。まあ、あとは、まあ、ここにね、まあ、私もそうだし、まあ、彼らも、まあ、いろんなアカウント持ってるだろうから、まあ、そこで発信するぐらいなもんだし、あとは、そこに関わる人、個人個人が、発信しやすい、まあ、ここでこんなことしますよ、ぜひ来てくださいね、っていうふうに、発信しやすい、ここにね、ブースそれぞれの人にファンがいるはずよ。なんかそのブースそれぞれの人が発信するときに、発信しやすいような、準備をしてあげる。例えば、CM 用の、文章とか、を、提案してあげて、まあ、こんな感じで貼り付けていただけると助かりますみたいな感じで。うん。それは日時場所まで明確に書いておく。うん、例えばさ、コンテンツとか SNS の発信に慣れてる人だったら、どういう言葉が読まれやすいとか、どういう文字にすると、目につきやすいとか、アクセスされやすいとかっていうのも知ってると思うけども、まあ、そこまで、意識して、Facebook とか Twitter とかに載っける人って、まあ、あんまり、インフルエンサーじゃない限り、まあ、ないわけよ。そう。だから、ま、見ててもったいないなぁ、なんていうものっていっぱいあって、うん。まあ、それであるのなら、まあ、それであるのなら、まあ、まあ、ポイント、こことここはポイントなので、まあ、ここは、必ず入れてくださいね、みたいな感じで、作って提案してあげたりとか、まあ、こちらで、CM、まあ、1分ぐらいの CM 作って、まあ、インスタグラム用、TikTok 用、YouTube 用、みたいな感じで作ってあげて、まあ、アカウント持ってたら、ぜひ、これくらいの時期に、投稿してもらえませんかみたいな、提案をしてもいいんじゃないかな。うん、まあ、それくらいしかないと思うんだ。まあ、あと、物理的なね、チラシとかって方法あるよ。うん。まあ、駅、まあ、ポスターでもチラシでもそうだけど、お金をかけずにね、配れるところも、お金をかけずに、掲示できる部分も、まあ、あるんだけど、まあ、それはね、チラシにしても、チラシを作るっていう段階でもね、作る、ことを抜かせば、まあ、作ることを抜かせば、安く、印刷し、安く、配布するっていう方法もあることはあるんだけど、まあね、どれくらいの費用対効果があるかっていうのはちょっと未知数。うん。そう。うん。そう。まあ、それで、ですね、まあ、長岡自由の、道の駅とか、なんだっけ、公民館とかに、育成配布するとかっていう方法もあるだろうし、まあ、回覧場に、そう、
地域の回覧板に入れてもらうなんていう方法もあるよね。そう、うん、まあ広報としてやろうと思えば、まあそれくらいのことは、まあ、さほどお金かけずにできるとは思ってる。うん、そう、うん、まあそこまでするとね、結構大掛かりだけどね。お金はさほどかかんないけど、大掛かりっちゃ大掛かりだよね。まあ、その中で、まあ、何をチョイスしてどうするかっていうのは、まあ、主催者のお二人と相談しながらってところかな。そう。で、出展ブースっていう意味合いのお話をこれからしていきます。うん。そう。まあ、出展ブースっていう意味合いでは、まあ、今回ね、まあ、初出展するってことになると、まあ、ぶっちゃけね、まあ、まあ、何を目的に出展するかっていうことが、まあ、第一だよね。そう。そう、それならば、まあ、例えば、まあ、多くはね、収益を上げるために、まあ、収入をね、お金をもらうために、出店ブースに出店するのが、まあ、一番の目的だと思うんだけど、まあ、私の場合はね、うん、まあ、じゃあ、まあ、お金になるような、商品を持ってるかっていうと、まあね、まあ、写真集？でもみんな Kindle だからね、Kindle の写真集。そう。だから、だし、まあ、まあ、転売でもいいと思うんだよ。まあ、売れそうな商品とか、まあ、転売でもいいし、まあ、いろんなところに声かけて、まあ、商品提供してもらっても、まあ、いいと思うんだけど、まあ、まあ、当日ね、雨の可能性もあるわけよ。10月だから、雨の可能性もあるから、まあ、テントはいると思うんだよね。そう。で、まあ、テントがあったら、下に、まあ、なんか、テーブルかなんかもいると思うんだよ。まあ、それ、そもそもそういうものを私は車さ、ね、もう、使ってないから、それを持って移動するっていうのはちょっと考えづらいの。うん。で、しかも日曜日ってことになると、私はどんなに急いで行っても、多分、10時ぐらいなんだよね。そう。10時ぐらい。うん、もうお客さんがいる中で、まあ、せっせこせっせこ準備してっていうのも、なかなかちょっと大変となれば、まあ、大変だし、まあ、今まで毎回ね、なんかイベントでやってるんだったら、もう道具とかも、まあ、ある程度揃ってると思うんだけど、何もしてない中でいきなりやるってなると、まあ、必要なものを全部買うわけじゃん。となると、まあ、出費だってね、もう、1万、2万というわけいかないと思うの。そう。となると、まあ、出店はちょっとね、工夫しないと、大赤字。しかも、まあ、今後またやるかどうかわかんないようなものが、まあ、家中に溢れるみたいな感じになってしまったもの。それはね、まあ、正直かんばしくないなと思ってて、かんばしくない。まあ、かんばしくないってもしかしたら長岡の方言かもしれない。よろしくない。うん。まあ、そこで、なんかないかなっていうふうに考えたのが、そもそも収益っていうよりも、私の、YouTube の宣伝をしようか。もしくは、私の、まあ、宣伝のために、CM のために活用しようか、と思った。まあ、一つは、まあ、YouTube、Instagram、だね。うん。そう。で、もう一つは、ジャズアニメボーカリスト。そう。かな。あとは、ダンスチーム。うん。この CM のために、広告料として、まあ、1万、2万、3万ぐらい出すというのならば、まあね、チャレンジしてみてもいいかなと思ってるの。うん。そう。まだ日課もあるから、まあ準備もできるしっていうことなんだけど、それどういうことかというと、まずは、ブースは持たない。うん。まあ、ものすごく雨降ってても、降ってれば、まあちょっとね、規模縮小というわけでもなく、まあ、
大きな傘、まあ私の持ってる大きい傘が一つあれば、まあ間に合うのかななんて思ってるアイデアなんだけど、まあ言ってしまえばちんどん屋さん。ちんどん屋さんって、まあちんどん屋さん知ってる人も、まあ少ないかな。もう私の住んでる長岡でもね、なぜかね、ちんどん屋さんが好きな会社が、業種があるのかもしれなくて、まあ街中住んでるだけに、なんか年一回ちんどん屋さんのね、音を聞くのよね、いまだに。まあ私はね、音だけ聞いて近くまで行って見たことないんだけど、まあその中で、まあちんどん屋って要するに、客寄せ商売よ。だから、クライアントね、お店か、ちんどんさん呼んでお金を払って、ちんどん屋さんは街を、ちんどこどちんどこ、鳴らしながら、まあ、ぐるぐる回って、お客さんの気を引き、チラシを巻きっていうのが、まあ、ちんどん屋さんのお仕事で、多分、クライアントからお金もらってるっていう仕組みだと思うの。まあ、一回いくらぐらいもらってるんだろうね、もう。まあ、規模にもよると思うけど、まあ、1000円2000円ってことはないと思うんだよね。で、まあ、それを、するのならば、まあ、もちろん、出店してるお店それぞれに、お金をもらって、やるってことになるけども、まあ、そもそも、まあ、一店、全部の店舗からお金もらったら、ちんどん屋さんってただのさ、うるさい、うるさいだけの、となっちゃうから、まあ、そこの1店舗を宣伝するためにってことになれば、まあね、やりようもあるけど、それじゃあね、まあ1店舗から、例えばさ、ちんどん屋さんって言ってもね、売り上げがないところ、ね、そもそも売り上げがないっていうようなところからお金もらえるわけもないしね。で、まあ、アイデアはいいけど、まあ、成功するとはちょっと思えない。まあ、それで、次に考えたプラン。で、くじ、そう、当たりくじのくじ券を発行するっていうのはどうだろうと。くじ券、まあ、昔のさ、お祭りとか今もそうなのかな。行くと、くじ引いて当たった点数の商品をもらえるとかね。紐を引っ張って、紐を引っ張った先にある商品がもらえるとか、まあ、そういった、やついっぱいあったじゃん。まあ、今もあるんじゃないかな。ないのかな。そういうのだったら、いいんじゃないかなと思って。例えば、まあ、言ってしまえばね、まあ、段ボールかなんかで作った箱を持ってて、まあ、その中に手突っ込んでもらって、まあ、そこから、もう出たくじに当たりが書いてあり、まあ、それをあげるっていう感じだったら、まあね、荷物もそんななくていいし、その景品を何にするかによって、で、まあ、投資額も全然違ってくる。まあ、箱、手を突っ込む箱なんかね、段ボールで、作るでいいし、まあ、そんなのね、いらなくなったら、ゴミに出せばいいだけだから。じゃあ、何を景品にするかっていうことだと思うんだけど、それはね、まあ、普通に考えれば、まあ、子供受けしそうなものとか、を、で、安く、仕入れられるようなものを、まあ、仕入れてっていうのもあるけど、まあ、それも売れ残ったらさ、やっぱり、邪魔なわけよ。で、まあ、それならば、売れ残ったら邪魔なわけよ。まあ、それならばっていうことで考えたアイデアがあるんだけど、まあ、よっと仕事の時間なんで、ここで一旦中断します。はい、仕事が終わったので、さっきの続きなんですけど、どこまで喋ったかちょっとよく覚えてない ですね、まあ、覚えてないからちょっと巻き戻るかもしれないんだけど、まあ、ブース出すのに、いろいろ買わなくて、経費もかからないっていうのが、経費がかからないっていうのが、まあ、私の条件1。で、まあ、私の広報になるっていうことが2。そして、3つ目のメリットとして、
他のブースの出店者の人にもメリットがある。3、でもちろんお客さんにもメリットがある。4、そうで、運営者としてもメリットがある。5、この5個を、加味した方法を考えました。そう、まあ先行投資が、おそらく、3万弱ぐらいだと思うのね。で、まあ、その1回でその3万円が回収できるかって、まあ、ちょっと無理なんだろうなと思ってて、トータル考えるともうちょっとかな。まあ、5万ぐらいかな。そう、まあ、もちろんね、広告取って、まあ、とかいろいろ考えれば、まあ、かき集めようもあると思うんだけども、まあね、広告もらうだけもらっても、その後のつながりとか付き合いとかが私はね、あんまりうまくできないから、ちょっと、そこはちょっと無理かなと思ってるんだけど、何をしようかというと、くじ屋さん。くじ、くじ引きのくじね。で、まあ、箱を2つ用意して、2つってのは、1つは全部当たり券。もう1つは、3分の1が当たり券っていうやつ。3分の1の確率で当たるってやつ。で、全部当たり券を引くのは300円。で、当たり券を引くのは100円。そう。だから、まあ、当たり確率は100円の方も3分の1。だから、まあ、300円投資すれば、まあ、1個ぐらい当たる。運が良ければ全部当たるし、運が悪ければ全部外れる。で、300円の方は、まあ、何引いても必ず当たるっていうものなんですけど、で、その当たった景品が何かっていうのは、各ブースに、当たった分300円相当のサービスが受けられるというものです。まあ、300円相当じゃなくて、500円相当のサービスが受けられるということ。そう。じゃあ、まあ、ただそれだけだと、ね、当たりくじ持って、各ブース行くと、サービスを受けられる、500円相当のサービスを受けられるってしたら、まあ、各ブースに何のメリットもないじゃん。まあ、何のメリットもなくない。強制的に、当然さ、まあ、人気があるブースと人気がないブースってあるわけ。まあね、まあ、やっぱ食べるもののところには、やっぱ人気集まるし、食べるのところには人気集まるし、まあね、顔なじみのね、常連客がいるところにも、まあ、お客さん集まるわけ。でも、まあ、初めての出店とか、目新しいものでもないっていうところにも、なかなかね、お客さんが集まらない。そういうところには、くじを持った人がね、必ず行くわけですから、強制的に集客になると思います。それが、まあ、出店者の、まあ、メリット1で、もう一つは、じゃあ、まあ、500円分サービスするってあっても、まあね、みんな、まあ、損はしたくないわけですよ。そう。そんな、集客に協力してくれるから、500円損してもいいっていうようなものでもないと思うの。まあ、そこで、まあ、事前にね、まあ、各ブースに、まあ、2000円ずつ配布する。例えば、10店舗あれば、まあ、2万円か。で、10店舗配布して、500円相当のサービスを4本用意してくださいと。そう、各店舗4本ずつ用意してくれと。そう。まあ、食べ物屋さんって言ったら、まあ、500円相当の商品。そう。できれば、ね、サービスを受ける人に、が、まあ、子供なら子供向け、大人なら大人向けみたいな感じで、まあ、まあね、すごく上手にコントロールできるようなものを、まあ、500円相当のサービスを4本用意してくれと。の代わり、まあ、その分500円をあげますよと。そう。それはね、多分ね、アマゾンギフト券でも、とかどうでもいいのかもしれない。そう。アマゾンギフト券を先に購入しておいて、2000円ずつ渡すとかでもいいんじゃないかなとか思うんだけど、
まあ、現金のやり取りだと、あとでね、いろんなところで、まあ、面倒な手続きが必要になるときもあるから。うん。で、まあ、事前にね、Amazon ギフト券がいいか、他のポイントがいいかなって聞いててもいいと思うけど、そう。まあ、どちらにしても、まあ、コンビニでちょこっと買えるようなカードを渡してっていう感じ。それが、まあ、そうすればね、店舗には、お客さんは勝手に来てくれるし、そう、まあ、500円相当のサービス、したからって損するわけじゃない。うん。で、まずそれが1点目。そう。まあ、そうすることで、私は、券が売れれば、まあ、全部当たりのは300円。で、30分の 1% 当たりなのは、なんだっけ。なんだっけ。100円。そう。うん。だから、まあ、まあ、300円の方が全部売れたならば、10店舗で4個ずつだから40か。40個の、券が全部売れたなら、1万2000円の売り上げか。そう。でもまあ2万円はまあペイできないから、まあその、まあ100円の方が、まあ当たり、外れ券がまあいっぱい売れてくれると、まあ儲かるという仕組みです。はい。そう。だからまあ、100円の方は、まあ、当たりのだけの方は、まあ、40個の券が入ってる。で、外れの方は40個プラス、まあ、2倍だから、120枚入ってる。そう。だからその、外れ券80枚が売れると、儲けになるんだけど、まあ、それがね、全部、売れたとして、まあ、2万円トントンかなっていう、まあ、計算。うん。そう。まあ、まあ、儲けは出ないよね。投資だけして、儲けは全然出ない。そう。例えば、まあ、全部入れて OK のところを500円にするっていう案もあるけど、300円の券で500円の、サービスが受けられるよっていうのが、まあ、お客さんにとってのメリットなわけだから、まあ、そこは、まあ、300円でいいのかなと思ってます。うん。で、100円で外れも引くかもしんないけど、まあ、500円相当の。まあ、プラス400円お得なものが当たるかもしれない。そう。しかも、知らないお店にね、行ける、みたいな。そう。で、それが一つ。うん。まあ、私は、まあ、そこでは、まあ、とりあえず、得はしてない。でも、じゃあ、その、外れ券に関してなんだけど、まあ、外れ券にしなくても、まあ、参加料ということで、参加料ということで、まあ、当たった方も外れた方も一律、こんな券を発行しようかなと思ってるの。まあ、名刺、ラックマかなんかで作った名刺のデザインに、付け加えるみたいな感じなんだけど、名刺というか、まあ、私の、SNS の URL の QR コードがポンポンポンってついてるだけみたいな。その表側とか裏側に、飴玉ちょうだい券。そう。うん。飴玉ちょうだい券。まあ、ネーミングがちょっと考えたけど、飴玉とかがいいかと思うんだよな。そう、なんか駄菓子屋っぽくて。それは何かというと、そう、事前に各店舗に、そうね、まあ、各店舗同じ種類のね、そう、いろんな種類じゃなくて、同じ種類の、そう、店舗ごとに味が違う飴を、各3袋ずつ、なんかケースに入れて、渡しとく。そう、渡しとく。うん。で、そのね、渡しとく。それで、その飴玉券をもらう、飴玉券には、まあ、四角い枠なんかが書いてあって、その飴玉券で、どこの店でも行って、飴玉ちょうだいって言うと、1個もらえると。そう。まあ、1個でも2個でも3個でもいいけども、ただ、1個もらうことに、その飴玉券が、1つずつ、塗りつぶされていって、5個で満タン。5個使うと、もう、その飴玉券ではもらえません。つまり、各店舗回って飴玉と交換してくれる券なわけ。そう。それは、当たっても外れても全部に配る。そう。で、その裏には、私の QR コードが書いてある。そう。うん。で、その QR コードを見ると、どこの店舗にどんな飴玉があるよっていうのが、はい、
例えば YouTube だったら YouTube で、どこのお店にどんな飴玉があるよっていうのが載っててもいいだろうし、まあインスタはインスタで、飴玉と、店主の写真が載っていて、ちょっとコメントを入れて、まあそれはね、事前に準備しとかないと、まあ、ちょっと面倒だけども、うん。そう。どこにどんな飴玉があるかは、まあそれね、アクセスするとわかるよなんて感じで、ご紹介してもいいんじゃないかなと。アクセスしたついでにチャンネル登録、フォローしてくださいね、みたいな感じで声かけてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、そこのね、仕組みはちょっとややこしいけども、まあそうすることで、飴玉をもらいに、各店舗回る子供たち、親たちがいるかもしれない。うん。まあどうせただでもらったものだけど、そう、まあそのままね、持って帰って捨てちゃう人もいるかもしれないけど、そうやって飴玉1個もらうのに、うん、回る人もいるかもしれない。逆にそうやって回ってると、その、券だけ欲しいって人もいるかもしれないから、まあ、券はね、1枚200円で販売しようと思ってる。うん。そう。まあ、100円だったらね、くじ引き引いて、100円、外れても100円でもらえるっていう風になっちゃうけど、まあ、券だけっていう人は、まあ、200円で販売しようと思う。そう。まあね、飴玉、まあ、多分、1個って、まあ、袋大体200円だとして、1個って20円じゃん。20円の棒、20円で、まあ、5個で、100円。まあ、100円の価値のものを、まあ、倍で売ってるから、まあ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 、まあいいかなという感じなもんかな。そう。で、まあ、それを販売する。だから私は300円の券の箱、全部当たりの券の箱、そして100円の、3分の1が当たりの券の箱、で、200円の、飴玉頂戴券を販売する。で、その飴玉頂戴券のもらって、まあ、各店舗、いろんなところに子供たちやお母さんたちが回ってくれれば、まあ一番ベストで、まあそうやって行った時に、まあお店の方にね、飴玉ちょうだいって言ったら飴玉出してあげてっていうふうにお願いできれば、まあそれは可能かな。あとまあね、まあ飲食店なんかまあ忙しい時はね、ちょっとね、飴玉ちょっと交換できませんよみたいな感じで、そう、飲食店関係は何時から何時まではちょっと飴玉交換できませんみたいな感じも付け加えてもいいかもね。飲食関係以外だったら、まあ、いつ行ってもね、飴玉1個交換して、まあ、印ぐらいはつけるぐらいの時間はあると思うの。うん。そう。そうやって、飴玉を、飴玉交換券、まあ、5個までの飴玉交換券なんかも同時にやりたい。そう。となると、私が、投資するのは、まずここまで整理すると、まあ、飴玉交換券をデザインして、まあ、作る。だよね。まあ、だいたい、まあ、デザイン料取らなければ、まあ、まあ、1000円、2000円ってところだよね。そう。で、まあ、段ボールの箱を、まあ、作る。うん。まあ、それはまあ、まあ、アマゾンでね、ちょこちょこ買い物してるんで、まあ、その買い物したのを元に作れば、箱をね、利用すれば、まあ、箱なんか、まあ、どこでも手に入るんで、それでいいかなとか思ってます。そう。そして、そうね、うん。そして、当たり券なんだけど、当たり券にも一工夫しようと思って、当たり券に関しては、まあ、どっちかが折り鶴、色のね、そう。で、どっちかが手裏剣。そう。で、その、鶴の色によって店舗が分かれてる。うん。そう。だから、まあ、手に取って鶴を、崩して開くと、まあ、どこどこの店舗だよって、まあ、書いてあるんだけど、まあ、私はね、色を見れば、あ、どこだなってわかるようにしてある。うん。そう。で、その、外れ券、うん、まあ、まあ、手が込むね、方は、まあ、手裏剣。で、手が込まない方は、鶴みたいな感じでいいと思うんだけど、そう。で、そのね、外れ券の中には、大外れ券。だからまあ、3分の1が当たり券。で、3分の1が外れ券。で、3分の1が大外れ券っていうのを入れとこうと思うの。で、大外れ券は何かというと、まあ、強制的に、まあ、お願いだけど、強制的にはまあ、お願いだけども、私のチャンネル、もしくは、Facebook、Twitter、
インスタグラムに、できれば全部登録してくださいと。プラス、そこで私のパフォーマンスを強制的に見なきゃいけない。まあ、ダンスでもいいし、歌でもいいと思うんだよね。そう。そう。で、そう。それプラス、可能なら、まあ、それをね、写真撮るなり、動画撮るなりして、SNS にアップしてくださいっていう、そういうもう、本当強制的に、私のサービスを受けなきゃいけない外れ券っていうのを入れておこうかなと思っています。まあ、それによって、まあね、そんな広くないところでね、歌ってれば、まあ、みんな目つくわよ。そう、なんか知れば目つくわよ。そう、そういうことで、まあ、外れ券を引いた人がね、動画撮ってたりすれば、まあ、周りの人も写真撮るかもしれないし、動画撮るかもしれないし、まあ、その時こんなハッシュタグつけてくださいね、みたいな感じで、お話しながらできれば、まあ、私の広報にもなるだろうと。そう。でも、今のところ、まだ運営者側のね、メリットは話してないので、まあ、ここからちょっと運営者側のメリットを話をしようと思うんですが、はい。で、まあ、運営者側のメリットなんだけど、こんなことを考えてるの。うん。まあ、冒頭でお話したように、まあ、インスタ、TikTok、Twitter、Facebook、YouTube の活用って、まあ、今回のイベントの集客というよりも、まあ、次回以降の集客に、つなげていくためにっていうところなんだけど、まずね、このプロジェクトには、まあ、出展者からの協力も必要なわけじゃん。そう。出展者が、まあいいですよ、それでっていう感じで。まあ2000円もらえるんだったらっていう、まああるけど、まあ出展者側にもうちょっとメリットをつけないと、もしかしたら2500円以上のサービスをしてくれるところも出てくるかもしれない。うん。そうすればもうお客さんにね、とってメリットが大きいので。うん。で、まあ、今回じゃない時にまた同じことをやった時に、あ、このお店はね、すごい、このチケットのね、サービス良かったんだよ、みたいなことになれば、まあ、なおさらね、いいかな、とか思ってて、思ってるんですね。まあ、そこで、まあ、協力していただいてる店舗に関しては、広告動画を作成してプレゼントしようかと。うん。で、まあ、当日は間に合わないけど、こんなキッチンカーでこんなことをやってて、こんなところでこんなことをやってます、みたいな感じ。うん、ここがものすごくお得なので、ぜひね、近くで私の車を見たときは来てください、みたいな感じの、まあ、ショートのね、まあ、1分、うん、そうね、まあ、1分、動画、3分動画、1分と3分の動画ぐらいをちょっと撮って、撮らせてもらって、まあ、一つは、まあ、TikTok、YouTube、ショート、Facebook みたいな感じ。まあまあ、ショートムービー、まあ、インスタもそうだけどね。で、もう一つは、まあ、YouTube 用みたいな感じで、作ってプレゼントすると。そう。まあ、テンプレートだけ作っとけば、まあね、まあ、3分ぐらいの動画、ね、そんなものすごく凝らなければ、まあ、そんな時間かかんない。うん。そう。で、まあ、その時に、まあ、広告用の動画プラス、こちらとしては、こんな仕掛けをします。うん。まあ、終わった後にね、来場していただいた皆さんありがとうございました。そう、今回もね、盛大でもうすごい盛り上がって楽しかったです、みたいな、ちょっとことを付け加えてもらって、次回はここで何月何日にやりますよ、みたいな、このイベントがね。そう、だから次回も楽しみにしててください、みたいな、動画を、セットで作って、それを提供しようと思います。で、その、提供したものに関しては、まあ、ぜひ皆さんが使ってる YouTube か、まあ、まあ、どこでもいいんですけども、投稿していただけると助かります、みたいな感じでね。そう。まあ、そうすることで、終わった後も、宣伝効果を持続させようと思ってます。はい。できればいいなと思ってます。はい。そう。まあ、それはね、終わってからできれば、1日2日以内に作ってパッて渡せればいいんですけど、まあ、それはね、事前にテンプレート作っとかないと、まあ、ちょっとできないかな、なんて思ってますね。うん。そう。あとね、こんなのもいいかなと思ったの。例えば、ブースの利用料は、例えば、ブースの利用料、1箇所1000円だったとする。
当日までに、まあ、こちらで動画作っといて、こういう風に発信してくださいというテンプレートを作っといて、まあ、渡しとき、当日までに、ね、イベントの宣伝を、この動画を、こういうハッシュタグをつけて投稿してくれた、方には、ブース料、半額にします。みたいなのもいいと思うの。そう。まあ、まあ、週末こんなことあるから、なんか行ってみようよっていうパターンもあるし、今日やることないから、まあ、こんなのやってるから行ってみようよみたいなパターンもあるから、まあ、できればね、まあ、水、木、金、土、日。まあね、4日間連続で何かしらの動画とかもアップしていただければいいんだけど、まあね、そりゃ大変なんで、まあ、どっか1箇所、投稿していただければ、半額。で、2回投稿していただければ、全額。みたいなのも、出店者側にメリットを付け加えてもいいかなと思います。という意味では、出店者側にね、まあ、飴も配ってもらうし、まあ、500円のサービスもしてもらうから、まあ、2000円渡した上に、宣伝用の、動画をプレゼントし、まあ、自分たちの宣伝も含めて、前後半に、SNS で、イベントの告知をお願いするっていうふうにしたらいいと思います。まあ、そうすることで、まあ、個々のお客さんにアピールできるとともに、イベントの運営者側にもメリットがあるかな、と思っています。うん。まあ、そうするとね、まあ、事前に、まあ、準備するもので、終わった後に円滑に、広報、ボトム広報が、ボトム広報って言葉はいいのかな、まあ、後広報が、できるような仕組みを事前に、まあ、用意しておく必要はあるけども、まあね、まあ、私が着る衣装とか、歌う曲の準備とか、まあ、ダンスの練習とかかけると、まあ、ものすごく大変は大変なんだけど、まあ、これだけ以外、これ以外にも、このイベント以外にも、まあ、活用しようがあるような、取り組みではないかなと思うので、まあ、こんなことをやったら、もしかして今後のイベントの、活動、活用。そう、この今回のね、友達のイベントはもちろんだけど、他のイベントでも同じようなことができるかもしれないなと思って、まあ、それが成功例になったら、まあね、いろんなイベントに参加しても、同じようなことができるんじゃないかなと思っています。またね、広報も含めたパッケージ、やり方っていうのを、まあ、マニュアル化して、それこそね、私はね、もう、集客してそれを教えたりっていうのは、そういうのちょっとめんどくさいので、まあ、この、友達がね、商品として、商品として、そういうイベントを仕掛けたいという人たちに、まあ、レクチャーするっていう、お仕事に結びつけてもいいんじゃないかな、なんと思ってます。まあ、そんなわけで、今日お話したことをもとに、自分で聞き直しながら、ちょいちょいミニプレゼン資料を作り、まあ、こんなことでどうみたいな感じで提案できればいいと思います。まあね、パッと思い浮かべるところ、まあ、自分の衣装も含めて、まあ、時間的なものも含めて、まあ、私自身の、まあ、自分のね、時間労働分も含めるなら、まあ、10万円ぐらいの持ち出しになるのかな。で、まあ、自分の時間労働的な部分を抜いて、時間労働的なね、部分を抜かしたなら、まあ、まあ、現生で、かかる投資としては、まあ、飴が大体、5000円まではしないだろうな。うん、まあ、5000円。で、各店舗に、まあ、10店舗として、ね、配るのが、2万円、2万5000円。で、まあ、箱とか名刺とかとか、考えると、まあ、3万円。まあ、3万円の投資で、まあ、あとは時間労働は、まあ、まあ、ボランティア。ってことになるけども、まあ3万円ぐらいの投資。で、まあ、で、
成り立つかな。あ、そうそう。あと、こんなメリットもあると思うんだよね。そう。ブースを持たずに、うろうろしながら商売することで、会場の雰囲気をチェックしたりとか、会場の問題、なんか起こった問題に対して素早く対応できる、サポート要員としても、活用してもらえるんじゃないかなと思ってる。そう。まあ、インタビューしたり、動画撮ったり、写真撮ったりしながら、まあ、次回の広報のね、素材も撮れるだろうし、おおよその、ね、会場の雰囲気とかも、チェックして、問題点も確認できるんじゃないかなと思ってます。そう。まあ、そうすることで、またフィールドバックして次回につなげられればいいんじゃないかなと思って、まあ、そこでね、動画撮ったり、写真撮ったりする、まあ、機材的な部分、今あるもの、プラス必要なものが、あると知れば、まあ、それも持ち出したことになるかな。まあね、まあ、必要なので、まあ、そこまでに買う機材とかは、まあ、あるんだけど、まあ、今現在進行形で必要なので、まあ、その機材代も含めると、まあ、やっぱ、持ち出しは、5万くらいにはなるのかな。うん。となると、まあ、段階的だけども、まあ、今から、だから、まあ、1万円ずつちょっと貯蓄していき、まあ、その時に合わせて、使う。そう。で、今から準備していけば、まあ、十分間に合うんじゃないかなと思います。うん。そうね。そう。まあ、運営者側としてね、なんだろうな、チラシとか、広告を配布して集客ってことを考えるなら、それは多分ね、広告取ったらどうかね。そう。まあ、1枚のチラシ、前面に、まあ、チラシ、こう、裏に広告。で、広告、まあ、例えば8コマだとしたら、1、2、3、4、8コマとしたら、そうね。1コマ5000円は高いかな。1コマ5000円は高いかもしんないけど、1コマ3000、3、4、3パ20、4、2万4000円。うん。そう。ねえ。うん。まあ、プラスね。プラス、動画広告、SNS とかに載っける動画広告も制作しますよ。っていうことで、まあ、それで乗っかってくれるところがあれば、まあ、動画作ってくれる込みだったら、まあ、4分の1、まあ、A4 の4分の1ブースを1万円でもいいよっていうところがあるかもしれない。そう。うん。まあ、それだったら、まあ、8万円でしょ。うん。まあ、8万円で、まあ、全部今やったのを、受け負うっていうことだったら、まあ、広報も含めて、やってもいいかなとか思ってる。まあ、だから、まあ、広報も含めてっていうことは、まあ、チラシ作り、で、まあ、広告を取ったところの、動画作成なんかも含めて。うん。まあ、それくらいだったら、うん、まあ、やれるかな、なんて思ってます。まあ、そんなわけで今日は、まあ、ひょんなことから10月に、参加することになったイベントに関するアイデアを、まあ、私の、ね、アウトプットとして、収録させていただきました。うん。これはね、前後後半を合体させて、分けありライトウォークとして発信したいと思います。で、これをもとにプレゼン資料を作り、まあ、こういうふうにしたらどうかな、なんていうのを、まあ、失敗者ご夫婦にね、提案して、まあ、あとはすり合わせて、できるもの、できないもの分け、できるものがあれば、やりたいと思ってます。そんなわけで、まこねでした。うん。まる。またね、バイバイ。バイバイと言ったんだけど、さらに追加。そう、なんか帰るときに、なんか言わせたことないかな、なんて思ってるうちに、あ、そういえば、なんてことを思い出したんで、追加します。で、まあ、何を追加というと、まあ、運営者。うん。まあ、私はね、苦手なんだけど、
長期間にわたっていろんな人とお付き合いしながら、いろんなつながりを、作っていく、構築して、それを持続していくっていうのが、まあ、とても上手なご夫婦よ。うん。で、それに対して、パッて行動できる行動力もあって。うん。だから、まあ、こんな提案。うん。まあ、私が苦手なところね。特に。そこの提案。広告ページの1万円の中に、まあ、こんな提案も入れてもいいんじゃないかなと思って、広告のね、1万円の中に。っていうのは、まあ、動画ありの、ランニングページありの、ね、ランニングページの運営管理を、委託、事業としてやってもいいんじゃないかなと思ってるの。まあ、ぶっちゃけランニングページの運営コストって、まあ、どんな、ランニング、ページにするかにもよるんだけど、まあ、例えば有名なね、ペライチを使った場合、1ページ、だいたい、まあ、そうだな、独自ドメインを付けの、決算システムなんかを入れのすると、多分、2000円くらいするんじゃないかな。まあ、独自ドメインの金額に入れてね。そう。うん。で、あれ？そう。だから、まあ、まあ、運営だけ、まあ、例えば、なんだ。あれ？ん？OK。まあ、それで、まあ、年間、まあ、1ヶ月3、2000円かかるとして、まあ、プラス3000円つけて、プラス1000円つけて、まあ、うん、はあ、まあ、違うな、プラス、まあ、3000円くらいつけて、まあ、1ヶ月5000円で、5000円で、1ヶ月5000円の年間6万円で、その、ランニングページの運営と、制作を請け負ってもいいと思うの。まあ、そのね、管理、まあ、お金はみんなその、ご夫婦の方で、管理してもらって、もちろんご夫婦のお財布の中に入れればいいと思うの。うん。そう。で、まあ、追加でね、そのランニングページの修正とか、動画の変更とか、っていうのは、別途ね、いくらって決めとけばいいと思うんだ。そう。ランニングページの修正は、そう、1回1万円ですよとか、そう、まあ1万円でも安いと思うんだけどね、1万円ですよとか、動画の、追加制作は、1回1万円ですよみたいな、そう感じで、値段つけといて、まあそれをね、ご夫婦の方でやれば、やれるんだったら、まあやればいいし、それがめんどくさいってことになれば、私に外注すればいいんじゃないかなと思うの。うん。そう。あ、もちろん、そう、まあ、そういうふうな追加プランを、提示した上で、そう、まあ、こういうふうな提示をした上で、まあ、この1ブース1万円でどうですかね、みたいな感じなら、まあね、いいんではないかなと思う。うん。まあもちろんね、分割で払いたい。月々いくらって感じで払いたいという人もいるので、まあね、そういうね、支払いシステム構築とかは、そう、まあ、私は、めんどくさいというか、苦手なので、それはもうご夫婦の方でやればいいでしょう、みたいな。やってください、みたいな感じになるけど、うん、そうすれば、そう、まあね、彼女たちのね、収益にも、あと、運営側の、ね、収益にもつながるだろうし、そう、まあ、私有会としてね、私有会って言っちゃったな。
問題あるかもしれない そうそう、市議会のブランドとしの事業としてもうあってもいいんじゃないかなと思ってます。まあね、まあ NPO 法人にしてあるわけじゃないし、 NPO 法人にする気があるのかどうかって言われたらまあないかもしれないけど、まあNPO にしたったって、会社にしてもいいわけだし 会社にしちゃってもいいだろうしね、まあそこら辺は、まあ彼らの判断ということで。まあ NPO にすると大変だけど、まあ NPO にしたでね、まあいろんなね、収益のパターンが出てくるから、まあメリットもあればデメリットもある。NPO 法人長岡市議会ってかっこいいけどね。まあ、そんな体で、まあ、追加でお話ししましたが、私有区の名前をさっと出しちゃったので、もしかしたらこの3本目、3、この最後の部分は、使わないかもしれない。そう、まあ、とりあえず、送る分、そう、事前にね、その主催者のお二人、ご夫婦に、送る分には、まあ、3本目の分も、送りますが、最後、さらっとね、団体名とか、まあ、でも、今までの中でもどっかでしらっとなんか1回、2回言った気もするんだけど、まあ、そこはね、まあ、ちょっと許してもらって、最後は生々しいお金の話なので、なので、この3本目はもしかしたら、まあね、そう、まあね、ご夫婦のね、今日出してもいいよっていう許可が出れば、まあ3本目も出すけど、そう、そうじゃなかったら、まあちょっと3本目は遅れるということで、まあそんなわけで追加情報でした。まあ、コーネーでした。今度こそ、さよなら、バイバイ。